い、どうも、パジャマ YouTuber チャンネル、リンボーでーす。今ちょっとダイエット中なんですけども、貯金箱のお金を使って、新作のマックがあるとか。行ってみたいと思います。レディーゴー。持って帰ります。はい、なんか照り焼きの3種類って新しいやつ。10時半からの販売なんで、あ、照り焼きですと照り焼きマフィンになります。これを3分3つ、はい、持って帰りですか。持って帰りです。戻りました。マクドン恒例行事、お皿に並べていきます。やっぱあったかい。あったかいぞ。はい。こちらの3つを買いました。最初に言った通り、ダイエット中なので、本当は全部食べれるんですけど、ちょっと半分にカットして食べたいなと思います。わあ、どれからにしよう。じゃあ、これ、照り焼きすぎて、すみません。黒胡椒照り焼き。じゃーん。ジューシーなポークパティに甘辛い照り焼きソースを絡め仕上げた、食べ応えとコクのある味わいが人気みたいですね。じゃあ開けていきます。わあ。およ、半分に切りますね。はい、半分に切りました。断面こんな感じです。手を合わせていただきます。いただきます。あ、よいしょ。私いつもマックって家の庭の外で寝転んで食べてたんですけども、ちゃんと室内で食べるのは本当に半年ぶりぐらい。いただきます。結構危ない。この中に入ってる黒胡椒、結構、あ、でも効いてる。うん、黒胡椒とニンニクのソースがちょうどいい具合に合わさって美味しい。夏に結構さっぱりしてていいかもしれない。わあ、美味しい。うん、これぞ照り焼きって感じ。わあ、やべえ、マクドうんめ。うん、ズボンちょっと汚れちゃった。皆さん、ソースには注意ですよ。そんなに強く黒胡椒がガンって効いてるわけじゃないんだけど、なんかいい感じのバランス、すごいいい感じで効いてるの。美味しいわ。ナイス。あ、ベーコンだ。マックでベーコン食べたやつ人生初かもしれない。美味しい。わ、照り焼き、照り焼き好きな人はこれ絶対好きだわ。これは罪ですな。はあ。こちら、照り焼きすぎてすいません。赤から照り焼き。唐辛子パウダーを入れたインパクトのある赤いスパイシーチーズと、香り豊かな七味唐辛子と出汁を効かせた七味マヨネーズを合わせました。赤辛っていうことは、ちょっと辛めなのかな。では早速いただきたいと思います。おー、こちらもソースがすごい。開けてきます。パッカンしてきます。お、
よいしょ、断面こんな感じです。うわー、めちゃめちゃ美味しそう。でも見て、ソースがすんごい垂れてくるので、皆さんお気をつけて。あ、いただきまーす。うん、うん。あ、辛い。思ってた以上に辛い。辛い。あ、結構効いてます。なんか、あ、待って辛い。私一回マクドでチキンナゲットの辛いやつ食べたんですけど、それ並みに辛い。わかりますかね、食べたことありますかね皆さん。辛っ。でもお子さんにはちょっと辛いかもしれない。多分辛い人はめちゃめちゃ好きだと思います。うんうん、でも美味しい。うん、チーズも食べてみる。ああ、うん、効いてる。七味唐辛子なのか。結構効いてるぞ。あんまり七味唐辛子私食べないんですよ。なんか最近うどんにちょっとかけて食べたりとか、パパパパって。パラパラなので、こんなポッ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 って振ってないので。でもソースがすごい濃厚で美味しい。うん、私辛いの苦手なんですけど、結構激辛シリーズとか過去に挑戦したりしてるので、まあ極激辛よりかは全然大丈夫なので、辛いけど普通にめっちゃ美味しくいただけます。はい、皆さんもぜひ食べてみてください。最後はこちら。これちょっとまだあったかいんだよな。じゃじゃん。照り焼きすぎてすみません。親子照り玉。ん？間違えた。照り焼き、はい、こちらですね。サクサクのジューシーなチキンパティに甘辛い照り焼きソースを絡めて仕上げた、マクドナルド唯一の唐揚げかける照りのバーガー。はい、いきます。うわー、すごいボリューミー。あったかい。これはあったかいど。わお、わお。はい、断面はこちら。うわー、おいしそう。はい、いただきます。てるんだけど、あ、プルプル卵、美味しい。あー、いいね。しかも全部この3つとも同じお値段なのに、これがダントツボリューミーなんですよ。単品で390円ですっごいお得じゃないですか。マクドさんって本当にすごいなっていつも思う。うん、スマイルいただきました。うんふん、親子照り焼きの意味がよくわかった。うん、この卵とフィレがめちゃめちゃちょうどいい感じで合わさってるの、本当に美味しい。これね、ちっちゃい子も、うん、最高に喜ぶと思う。ダイエット中だけどね、こんな新作が出ると
ずるい。あげない。一個半食べてるからね、私。もうすごいお腹いっぱい。美味しかった。ごちそうさまでした。では、以上でマックの新作の商品紹介終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネルリンボーパジャマ YouTuber で登録よろしくお願いいたします。TikTok、Instagram もやっております。ぜひ、フォローお待ちしております。私、サブアカウント昨日開設いたしました。リンボーのサブチャンネル、ぜひ登録よろしくお願いいたします。以上、リンボーでした。またねー。